ち見てる。ほら、指を刺すな、失礼な。何しに来たの？何しにって、あや太郎のお話を聞くために集まってくれたんだよ。ねえ、てか、これか、ヒューってなったら、ヒュー、うわー、かわいいかも。こっちが少し合わせられるようだったら、ヒューで正面の二人が見たなっていうのは確認できたから、ヒューって。天神様を祀る天満宮があるんだよね。その天満宮の社祭りが近づいていた。この祭りにはいつの頃からか一目悟空という習わしがあって。一目悟空？毎年秋の祭りが近づくと娘を持った家に白羽の絵が立つんだ。その家の娘を祭りの夜白木の箱に入れて社の前に備える。
1月と2月に全国各地にお邪魔します。待っててねー。